大道寺先生でしたらあなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。スネ夫、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですがおかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしてもあなたは大道寺に何と泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかしあなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前まだ子供だった私のところへ松永という陽明連合会の幹部がやってきて全てを明かしてくれたんです。その頃秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密の全てを私にしゃべり、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐならいっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになればその汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋会の労を駒にし菅井を手なずけて東上会は
今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が東条会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後継人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですが、あの杯を交わせていれば、陽明連合はもっと表立ってカムロ町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですが、むしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺稔からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルスタケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては、今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクロスタケルを名乗るがいい。承知しました。はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。
さん、ちょっと起きて。はるかが、医者呼んでくれ、早く。